皆さんこんにちは。レック中小企業診断士講座一時からリベンジ二十年最終合格を目指す担当いたしますのは中小企業診断士レック専任講師の小松秀春です。どうぞよろしくお願いいたします。これから三十分ちょっとで、えー、ね、いわゆるちょっと一時で残念な思いをした方ようにですね、このレックの中上級と言われる。 2年目3年目以降もう一回ね1次試験を頑張ってなんとかクリアして2次試験まで最終合格者っていう方のための内容をねご紹介します。まずちょっとその前にねちょっとあの今日実は撮ってるこの日付っていうのが今年ね令和元年の実はあの本試験の当日に実はこれ収録しててこのあと一部の様子に一次合格者出ます。 で多くの残念な思いをする、えー、科目合格も含めてですけど、まあ、要するに一次試験があの7科目揃わなかったとっいう方出てくると思うんですけどその悔しい思い皆さん持ってる思いというのはままずにしていいいたただきたいなって思いますあの私自身も、ね、やっぱり多くの資格試験を受けてますけどあのストレートに受かった試験ばっかりではありません。でその時にああの時時にあああこうしておけばよかったな やっぱり落ちた時思うんですね。あと何点足りない。まずここ大切です。しっかり採点をして、あと何点足りなかったか、あとどこがやっぱりバランスが取れなかったのかってことをね、ぜひ、えー、ちゃんと把握していただきたいと思います。で、その後、その事実から目を背けないでいただきたいなって思うんですね。悔しい思いとかってあると思いますけど、それをね、沈めようと思うとかえって良くなかったりします。ですので周りの人を話せる人に、こういう思いで悔しい思いしたんだ っていう話された方がいいんじゃないかなって思いますちくしょうあの時もうちょっとあの勉強しとけばよかったこの時こういうねことやっとけばよかったもう1日早くもう1ヶ月早く手つけておけばよかった皆さんある意味肺炎は気がついていらっしゃると思いますそこの思いをなんていうかな背けるんじゃなくて口に出して言う皆さん自身コンサルタントですから なろうとしている方です中小企業診断士っていうのは経営コンサルタントになろうとされている方ですから自分自身のコンサルティングはできなきゃいけないということになりますよね。というわけでその中で例えばこの科目が何点足りなかったけどその原因はここが足りなかったからだ勉強時間が足りなかったからだスタートが遅かったからだということをまず口に出していってこ,の1年はそれをここが大切なんです。 その、ね、原因をそのままにしないでえちゃんと原因について究明をしてそれを課題に転化する、ね、要するにこうすれば成功するっていうふうに置き換えるそのこうすれば成功するをちゃんとプロットしてでその成功のためにえこれからなすべきことをなすっていうふうに切り替えていくっていうのがすごく大切ですでもう一つね特に言われることですけど SWOT 分析で外部環境を変えられませんよね。この 診断試験による外部環境って何かっていうと試験団体またはねその出題員が何を出すかってことについては皆さん変えることができないわけです。ですので令和元年の、ね、試験に関して「ふんだった!」って方出てきちゃってるのは本当に私毎年悔しいなって思ってるんですけど、まあ、そこについては変えようがないと考えると2年目に関して3年目に関してまたはそれ以上の複数年の方に関して言うとそれでも受かる実力をつけるまたはそれでも40点切らない そういった対策をするってことが大切になるんでそのために今持ってる時間を大切に使っていただきたいというふうに思います、まあ、そのためにこのパンフレットですねこのパンフレットでご紹介するいわゆるねこのレックとしては 1, 上級合格コースっていうのを用意してるわけですねその悔しい思いを来年の合格につなげようでもう一つ大切なことは一時ね足りなかった方 2020年にに一気に2次までで受かっっちゃっていいわけですここ、ね、まずポイントにしたいと思います。2次まで最終合格するというところなんで特にデ e c の場合には2次の,、ね、そのいわゆる先ほど言った問題点を問題点に終わらせるだけではなく ABCD 社これっていわゆるあれです2次試験の事例企業ですねそこの課題に変えて要するに問題点を問題点とするんじゃなくて解決策を考えて でそこのソリューションを提供するっていうやり方に関してレックの、ね、この回答のやり方っていうのはすごく定評があるところです。ですのでそこも含めて是非ねあのこの身につけてもらいたいなっていうところがあるんで,こんで今回皆さん転んでしまったちょっと、ね、つまずいてしまったってことを逆に気として天気としてね是非最終合格目指していただきたいなと思います。で私が考えるある意味1次試験で残念ながらやはり あの合格点に達しなかったというところの一つの大きな原因としてやっぱりあるのはあのここに書いたんですけどあ,のあれですねあの一次合格目指すときにちょっと大切なことってあの実言うとねこのこうやってパンフレットを見ていただきますけどこれ「インプットプラス」って書いてあることは「インプットじゃなくて」って部分があるわけですこの中心のところここ見てほしいんですけど基本的に実言うと。 あの試験っていくら知識があっても点数にならないことってあるわけですいわゆる中小企業診断試験の4択に当てはまらないとね意味がないわけですね例えば私担当している、あのー、企業経営経営4っていう科目でいうとすごく4試5試が複雑読んで一瞬意味が取れないそれとすごく曖昧いうところあるわけででもそれでも必ず6割7割取って合格してる人がいるわけです その6割7割をどうやって選択肢の中から選んで合格する可能性を高めるのかってことをやるためには知識はあって当然私これ言っちゃいます。意識はあ、知識はあって当然です。ただ、その知識を点数に変えるっていう。そのプロセス。それがしっかり身についてなきゃいけないので、この一次上級コースの中心はこの一次。過去問解放講座ーーからテーマ別答練基礎レベル編。そして。 テーマ別の応用レベル編この3つこの3つを通じて要するに過去問とそれからちょっとね、あのー、基本レベルとそれから応用レベルの問題を足して合格レベル合格レベルってのは60点を取れるレベルに要するに解放の力、ね、解く力をつけていこうよっていうことを中心に考えています。はい、そここにプププラススしてこののテップアッア 全国模試とファイナル模試というのをつけることによってこれだけで問問近いい題をね解くとうことになるわけですね実際問題は百数十問ということになると思うんです140問から150問ぐらいかな少ない科目でまあ100問ちょっとという話になると思うんですけどこれを解くということになってこれをきっかけに各問も過去5年6年解いていただいてでしっかり力をつけていただくっていうのがこの一時あれですね上級コースのポイントになります。 で私中小という科目に関して中小企業形政策に関しては私自身もこのスタッフに入ってえこうやって、ね、皆さんにとってかかたりかけます悔しい思いした方にね是非受かるためのそのメソッドっていうのを皆さんにお話しようかなというふうに思ってますので是非、ね、ご検討いただければなというふうに思います。あの1科目ほど取れますからね 企業経理論なんかも私ね作文チームには入ってますんでそこのところで情報提供とかねいうところでここがやっぱりウイークポイントなんじゃないかみたいなことを、えー、今度は作文者の立場でね私のこのこテーマ別トレンドで情報提供させていいいたただきたいと思います。さてここでね、もう知識はあるんだけど点数が60点にい,たいかなかったっていう方そこについてはこの上級コースっていうねこれがおすすめですよって話をしたんですけどもう一つは。 40点いかなかなったいわゆる足切りにあってしまったっていう方に関して言うとこれやっぱり知識レベルののところの見直し必要ですねもう一つは40点台の方50点ちょっといかなかった60点ちょっと一問にもいかなかったっていう方はまだあれなんですけど40点台50点台の前半または40点を切ってしまったという方に関して言うともう一つ重要なことっていうのはこのインププット目プラスするこれ結構大切です。 でもう一つこの一時インプットプラスのいいところは。これ実は通学を選ぶことができます。はい。こちらに通学コースの値段も書いてあるんですけどね。通学を選ぶことができます。これ何がいいかっていうと。教室に行けるんですよ。ですので、例えば新橋の後藤先生。それから、あれですね。新宿の大場先生。池袋の金城先生の授業、まあ担当科目に見ますけど、そういった科目が受けられるっていうこと。であのリズムにもう一回乗れる。で、周りのライバルがいる。 あともう一つは何と言っても大きいのはその時期その時期に勉強しなきゃいけないっていうねそのペースがつかめるんでやっぱり通信だとよくあるのがあのなんていうんですかねそのままにしちゃうで分かんないところはみんないで飛ばしちゃうまたは聞き流しそのままにしちゃうというところがあるんですけど通学で分かんないことがあれば目の前に先生いるわけですからその先生が分かりやすくもちろん説明してくれるのはもちろんのこと質問することもできますよね。 で行かなかった場合見てなかった場合あ行ってないっていうその罪悪感みたいなものも通信に比べて働きやすいよねっていうことがあると思うのでですのでもしよろしければもちろん、ね、エリアがありますのでねあの生講義やってるのはレックの場合は東京地区それから名古屋地区関西地区の、ね、その三エリアに限られてしまいますのでそのエリアにいる方はあのもしあの時間が許すのであればあのインプットプラスに関しては通学コースというのも、ね、検討もしていただきたいなと思います。 受かってる科目についいててはあありりまませんここれ科科科科目目目目選べるよってことが書いてありますね科目数ね数を選ぶことができますのでですのである科目についてはインプットプラスを取るある科目についてはインプットプラスを取らない要するに60点ちょっと切ってしまったけれども自分のあと問題演習が大丈夫であればインプットはいらないよねまたは去年のもので大丈夫だよね一方これはやっぱりインプット必要だよねっていう。はい いいうととこころに分けていただいて学習すすることも可能です、ね、先ほど私が担当する中小に関して言うとインプットプラスぜひ取ってくださいっていうのはやはり白書とね制作が毎年変わるわけですからねですんでインプットプラスを取って頂い,いた方がやはり効果的な学習ができるかなというところがあると思いますのでぜひこのインプットプラスというものを加えて頂い,いてもちろん通信でも取れますからね通信の方全国でこれねビデオをご覧になっている方に関して言うとこのインプットプラスというのは通信でも取れると。 いうことになると思いますので、そちらはねぜひあの加えてあの考えていただきたいなっていうふうに思います。はい、あのまず1に関して知識が足りないインプットプラス問題数が足りない上級コースいうところで考えていただきたいと思います。はい、これがまず訴えたいことその1です。でもう一つあるのがこの1時ねせっかく勉強したら二次に繋げた勉強をしていただくっていうのは大切ですね。 で特に主要科目と言われる財務それから企業経理論それから運営管理ここに関してはこの1の知識が2次につながるというところもあるのでぜひねここの部分についてはもちろん合格点を取っていただくことはもちろんのことながらしっかり知識を確認して2次でかける知識に昇華させていただくっていうのが大切かなというふうに思います。でそののの上でこの、ね、検討していいいたただきたいというのは ここの二次上級コースということになるんですね、はい、おそらく何科目かはこれねビデオ見てる方であるとあの合格されてる方が多いんじゃないかなもちろん7科目ねもう一回受け直すっていう方もいらっしゃると思います。あの合格戦略上7科目受けた方があのなんていうか、ね、平均点で合格しやすいということがある場合には7科目受けるっていうのもありだと思うのでそこについてはねあると思うんですけど科目合格してる場合 三科目四科目でもあれば残りの科目ね二科目三科目四科目五科目くらいに絞って勉強するっていうのがまあおおそくなしい方かなというふうに思います。そうしますとね多少余裕が出てきます。その余裕の時間どこにかけるかっていうとこの特にね二次上級コースの去年皆さんが受けてないだろうと思われるここなんですステップアップ講座ここ講座と当連これぜひね考えていただきたいのとあとここです。 事例4集中答練、はい、そらくね一時のね普通のベーシックの講座を受けた場合には、えーねえー、平成30年入学の方はねこちら2時のベーシックそれから2時のベーシック答練それからアドバンス講座とこのファイナルここについては勉強されてる方勉強されてない方両方いると思うんですがとりあえず講座についていたということになると思います。はいえー、講座についいいいてててななくとかったうう方、ね、あのぜひ今のうちに 解いてまだ、ね、期間有効ですからぜひあの1回添削受けてみてみくださいねあの繰り返しますがあの皆さんは1次合格を目標にされている方いるる方と思いますあの例えばいわゆる養成講座受けてねで1時だけ揃えて2時の方は養成講座で受けられる方っていうのは一時揃えばいいんですけどそれ以外の方は2次試験に2年以内に受かる1時科目がね揃ってから2年以内に受からないと診断士にはなれないわけです。 ですから今この時期に2次の勉強をしていくのはどれだけ大切かっていうことをしっかりつかんでいただいてもし今権利があるのにこのベーシック陶錬とかあれですねアドバンス陶錬であるとかっていうのやってない方は是非今の時期あのねこのこれビデオ見れてる方はおそらくあの令和元年の12月ぐらいまで見てる方が多いんじゃないかなというふうに思うので是非ね去年のベーシック講座を捉えた方は 去年というか今年ですね捉えた方は是非あの出していただくってことをお勧めしたいな勉強してね今の時期に出していただくってことをお勧めしたいと思うんですけどまあどちらにしてももう一回ねインプットし直すということとあともう一つあのこのあれですね20年2020年令和2年に合格目指している方に関して言うと皆さんはもう初心者ではありません2年目3年目4年目っていう方が多いと思いますその場合には ある程度二次の対策ししっかりした方がいいと思うんですねですのでこのステップアップ講座要するにベーシック講座っていうのは基礎の書き方だけとか計算の本当にやり方だけを勉強する講座ですこうやって書いてみようってヒントがかなり散りばめてあるっていう講座になってると思うんですけどステップアップ講座とステップアップのこのトーレについては受けてらっしゃる方もあのですね あの最初のね1位のベーシックの講座にはこのステップアップ入ってませんからねこのいわゆるプレミアム合格コースとかに入ってませんからこれを受けている方っていうのは周りも受験経験者の方っていうのは前提になってますから非常に高いレベルのといった問題これが入ってますんでこれを解くことによって、ね、かなりね、えー、この令和2年に関してはオリンピックがありますからね。 はい、ですので試験7月期ぐらいにはあれですね試験が行われて8月にはもう試験対策入ってますね2次試験の。そのスタートの時点でもリードするこれが大切ということになってきますから是非ねこのステップアップ講座とそれから2次事例4の集中答練これ取っていただくことによって合格に近づけていただきたいというのがありますこのもちろんステップアップの全校講座これもね今年はゴールデンウィークのちょい前にね、えー、おそらく。 あの今回に対しては2020年目標に関してあると思いますのでこれをやっていただいて万全の構えで一時受かった後にね、えー、二時にスタートスタ,、えー、スタていうかな進んでいただくようをしていただきたいなっていうふうに思ってますこれがすごく大切なんですねで特にあの本当二時に関して言うと特にねこの二次の今ちょっともう一回ね見ていただきますけどこの 二次のアドバンス講座アドバンストーレンっていうのはあの1年目要するに初めて要するにストレートで来て二次試験を受かった方それと2年目の方が混在して教室にいるんですね。ですんでここにあるねこのグループワークこれ近所先生のグループワークの様子出てますけどこれなかなかね実言うとあのアドバンスの時はつらいんです。はい あのベーシックの時はある意味やりやすいっていうのはレベルが揃ってるっていうのもあるのとあと試験直前期じゃないということがあるんですけどねでもこのいわゆるアドバンスの時期にグループワークっていうのはやりづらいもうあと試験何点取るんだってできてる方できてる方できてない方の差がすごく激しくなってしまうところがさっき言った通りこのステップアップの時はすごくレベルが揃ってるんですねある程度学習して1位の勉強のインプットがしっかり入っていて。 見たことあって少し書いたことある人が集まってるんでそういう方々がこういった事例検討とかいうふうにするとかなりねいいやっぱりあの気づきっていうのが得られるということがあるんですね。で DEG のこの回答ですね予見整理シート書いたりとかそのね説問構造というのをしっかり頭に叩き込んでいただくとかっていうのもこのステップアップの時期すごくやりやすいんです。でですのでもう正直 あの上級コースを受けている2次上級コースを受けている方はこのステップアップの講座それから登練っていうのがすごく大切になってくるというふうに考えていただいてあとね事例用の集中討練もう事例用苦手な方やっぱ多いですからねそういったところがあるわけですねはいですのでもし受けられる方はあの通学受けられる方はそちらで受けていただきたいと思いますで小松さん通学の話ばっかりしてるけど私通信なんですって方に関してなんですけどこの添削実は出てるんですけどね これ私が実はやってるものですねちょっと見ていただきましょうかずっとねアップにしていただきましょう、はい、ここに小松って書いてありますねこれ私ですこれちょっと見ていただければ分かると思うんですけどかなり丁寧に赤字多くありませんはいいうとこなんですね例えば日に関して言うとこういう風なルールになってます点数が取れているところには棒線 で点数が取れてないね特にここはちょっともったいない書き方してるよとかここは変えた方がいいよってところに波線引いてでそこにコメントを入れるという形になってるんですねあともう一つ悪いよってことだけ書くわけじゃありません点査はここいいねっていうことに関しても書いてあの皆さんに関してねぜひできてるところも把握していただくっていうことを大切にしていますあのねやっぱコンサルティングの基本というのは腐さすことじゃなくて問題点をあげつらうことじゃなくてスロット分析じゃないですけどストロンゲス要するに 自分の強みっていうのを上げることもすごく大切ですよねそうじゃなかったらコンサルタントと言えないわけです逆に弱みだけ追記して問題点だけやってもそこでモチベーション落ちたらダメでしょですのでモチベーションの上がるね添削答案って書くのを通信でもやってます私だけじゃなくてこのレックのスタッフみんなねあの受験生の経験があったりとかそれから経験値が高いメンバーがやってますからえ皆さんに関してねこういった二次の答案をいかにね 仕上げていくか点数が高い方は高いなりに点数が低い方は低いなりに、ね、あのその低いというところの原因をちゃんと追求して次に何をすべきかってことまでの含めてそのね回答の信用を示すようなアドバイスをねするように心がけてこの添削っていうのをやってます。あのもちろんこれをですねあの通学講座ではその通学に立っている先生これが実際にやるわけですね。ですので新橋でいうと後藤先生。 池袋といいう近所先生が多いですかねそれと新宿でいうとあの、まあ、大場先生中心で橘先生も一部入ってるということですかねあと名古屋地区関西地区それぞれ先生入られてると思いますけどあのそういったことも含めてその先生が親身にやってくれますけど通信でも大丈夫黒川先生中心にすごくね科目のエキスパートがこういった添削をやってくれますので親切丁寧にで質問とか書いてあれば質問にも答えてくれたりとかねしたりとかしますので是非ねあのこういったもので通信 磨いていいいててたただきたいなっていう,ふうに思ってますんで、ね、この添削とにかく心を込めて書いて出していただくってことをやれば力はつくようにねレックの2次はできてますというとこなんですね。なんですね。何がやっぱりいいかっていうと先ほど言ったようにこの2次に関してのこのやり方なんですね。もう一度繰り返していますがこの「予見整理シート」というものに応じて SWOT 分析をして「 このトやった後にこのクロスウォットってやってこの機械をね強みにぶつけたりとかして今後のねこの進めるき方法ねここをちゃんと示すよっていうことをやっていきますでここのところ最後のところにはこのね方向性を立案いうところですねこれをとわに落とし込むという練習していきますからね最終的には80分でとわに落とし込まなきゃいけないわけですからね試験に関して。ただこの「予見性シートは80分じゃ書ききれません。 でででですすので今この時期だからできるんです正直アドバンスの時期に予見整理シートを書いている余裕はなかなかないかなっていうふうに思いますですので是非今この時期に皆さんにやってほしいのはこの予見整理シートを書くこととそれからこの「設問構造」なんですねよいしょ構造化ってやつですねよいしょちょっと引きますかねこんな感じですはいここで大切なのは 原因と結果因果関係です。要するに例えば設問1で、この会社の強み設問2のところで機械が書いてあったら設問3のところ。ではその強みと。それから機械を活かしてで、土肥さんのところでこういったところをやっていく、まだできてないことをやっていくって書きますよね。例えば1問で強みと読み書いたらで2問で2問のところで、例えば環境の変化について書いてあったら、その弱みのところは撤収する。なんていうことがもしかして出るかもしれないね。ね いいいいうこここととででれれががわゆる一一貫貫性性ってやつなななんんす因果関係に基づいたすね。で、変な話ですけど問1のところで強み書いたって問2のところで機械書いたって問4のところで新規事業のこと書いてあったときにこの2の機械とか1の強みを生かしてない新規事業を書いてあったら提案書何なんだったって話になりますよねレポートを見たときに。ですんでこの答案というのは単なる答案というふうに考えるんではなくね この答案というのは経営者に出す経営診断書それのある意味ダイジェストダイジェストっていうのは例えば事例1だったら組織人事に関することだけですよね2に関してはマーケティング流通3に関しては生産管理で事例4に関しては財務会計の事例ということになりますからそこの部分のハイライトっていう形になるわけですねですからそういうことに切り取ったっていうことはあるんですけどこれ合わせたら経営診断書になっているものを書かなきゃいけない。 その診断書になるものを書くってことを考えた時にはこの一貫性がなきゃダメですよねっていう,いうことなんですね。ですのでレックの生徒さんに関して言うと一次試験二次試試験験受かった後二次試験受かった後に実務補習って皆さん行きますこの実務保習行った後もレックの生徒さんのレポートはしっかりスウォット分析ができてるねここはやっぱりこのクロスウォットで言うとこの予見整理シートしっかり作ってるから。 そしてもう一つレポーティングがしっかりできてるねねいうところに関して言うとこの因果関係に基づいたいわゆるストーリー化とかねその論旨展開をしたプレゼンテーションこれができてるねっていうことがすごくプラスになるんでこれ単に答えを書く二次試験をやるということだけではなくてこのやり方を身につけると社内とか社外のプレゼンテーションにも役に立つ。で一番ちっちゃいところで言うとこのねいわゆる実務補修で役に立つということがあると思うので。 ぜひあの特にねあのこれを受けるのいい機会はもう繰り返しになるんですがこの2次試験に関してのこの2次上級コース,いと,ス,スというところのこのスステテッッッッププププアア講座とというころがすすごくキーになってきますこれは上級コースじゃないと取りづらい、ね、スケジュールになってますんで是非こ,こを取っていただいてプラス2次の現役戦アプローチ過去問アプローチとそれから事例4集中登連でもう完全に二次に についてリードしてください。っていうね。いうことをちょっとお話をしたいと思います。よろしいでしょうか？2つ目のポイントとしては2次大切ですね。ってことなんで1で浮いた時間を使って、特に2時で他の人がやってない。特にね。レック製がすごく何て言うか、アドバンテージが取れる。いわゆる説問構造とそれから予見の整理、因果関係に基づいた答案作りということに注力していただきたい。もちろん一時を勝った上でっていうことが。 この二つ目のポイントというところになるわけですね。よろしいでしょうか。はい。いうとこですね。で、何しろとにかくあの一時試験皆さん今回受けてみてわかったと思うんですけど、長丁場ですよね。このビデオを例えば八月九月十月あたりから見ている方はまた試験に関しては一時試験は七月、二次試験は通常通りの時期と聞いてますので十月行えるわけで、一年近い時期。 ある意味モチベーションとかねあのいわゆるテンションとかを上げすぎず下げすぎずで試験の直前に力がマックスになるように持っていくっていうことが皆さんにとって必要になると思いますそのためにぜひねこの自分で勉強できるからいいよって思われている方二の鉄踏んじゃう可能性が出てきますよねっていうのはそのね ある意味自分でで管理ができていれば今年もうしくはね今年ある意味受験期間に任せきりでうまくいかなかったって方は自分の力試してみるの手かもしれないんですけどとは言いながら今年はその教訓があるので受験期間をどう自分なりに使いこなして自分なりにコンサルティングしながら自分のね気持ちとか体調とか仕事の関連とか時間配分とかをコントロールしながらでもペース配分するためにはこういったねこの レックの講座のこれ使いながらねぜひこの1位の例えばこういったベーシック講座とかを使いながら教室に行くねステップアップ講座するかアドバンス講座行って教室行くでさらに家でしっかり過去問解くねかそれからあの新しい問題解くでプラスよいしょこの2次を取っていただいてこの2次の まあ、ベーシックはもう去年やったからいいかって方に関してはちょっと力抜いてでも今度は2次元の、ね、ベーシックも去年のレベルじゃなくてある意味かけるレベルというところねただ埋めるってうんじゃなくてしっかりプレゼンテーションするってレベルで各練習していただいてその上で今度は本試験に近いレベルの2次のねこのト練でどれだけ力が出てくるか事例1から事例4まで2回ずつねト練で試すことができますからそこでしっかり 80分でかけるのかというところ、あそれからライバルね周りの方とのディスカッションなんかを通じて自分の力はどうなのかってことをしっかり見ていただく。でさらに時練用集中討論で時練用をとにかく得意にしとく基本的な計算とかは絶対取れるようにしとくっていうそういった練習をしていただきたいなっていうふうに思っています。はいですのでこの1,2時をうまくつなげてね取っていただくっていうのがすごく大切になってくるというところをねぜひ。 捉えていいいいたただきたいなっていう,ふうに思いますですのでねこのやっぱりあの今回のこのパンフレットの中でもしできることであれば一番お勧めしたいのはこの2ページにあるこのね1時2時上ねこのセットの上級合格コースのインプットプラスということになると思います。はい、これだけ取っていただければある程度レックの方でうまく、ね、この皆さんのねそのなんていうか実力を見ながら あの伸,びて伸ばしていくってことができると思いますので、ねね、うままく取っていいいたただきたいなと思います繰り返しですがこれが、ね、例えば2年目の方はこういったものに、ね、ちょっと乗っかってみるってなるかもしれませんけど、まあ、3年目4年目レックもある程度勉強の仕方見てるよまた他校の方で、ね、あの今度初めてレック使うよっていう方に関して言うとちょっと、ね、考え方変えていかなきゃいけないところもあったりとかご予算の関係もあると思うので必要な科目だけ取っていくというところでこの、ね、一時上級校 合格コースのちょっとね部分的に取ってみるとかやっぱり定唱のあるレックの二次学校、ね、上級合格コースだけを取ってみるということも選択肢に入ると思いますのでえ詳しくは例えばガイダンスであるとかそれとかあのとえ各本校のスタッフに相談していただきながらさっきのねその悔しい思いした思いなんかもちょっと混ぜてお話しいただきながらまた通信の方はコールセンターコールセンターで対応できない場合は診断しか増してくれっていえばスタッフの方がね えちゃんと答えてくれますからあのそういったことを通じてぜひね自分の納得するやり方でレックをうまく当てはめて使っていただければなっていうふうに思います。一年目とは違いますからどんな科目がねどんな難易度でどんなところで勉強が山になってで何が自分に足りないのかっていうのはある程度見えてると思います。その上でレックを使いこなすっていうところでねただレックとしてもその使いこなすだけのね皆さんにお答えね期待にお答えするだけの講座を 用意してお待ちしてますのでぜひあの使っていただきたいなっていうふうにこの特に悔しい思いをした方ねいう方に向けてねお話したいと思います。で最後にね、えー、ここまででね大体、えー、い,い,いわゆるあの講座の説明を終わらせていただ,いただきたいんですけど最後にねちょっと一時試験でちょっと悔しい思いした方にちょっともう一回申し上げたいという部分があります。あの本当に転んんじじゃゃっっったたと痛いですよねこななはずじゃなかったって 思いますよねもうその気持ちすごくよくわかるっていうのは最近私ちょっとあの気がつかれてますかねちょっと実はあのー、歩いててちょっと通勤途中に、あのー、転んでちょっと怪我しちゃいましてねでその時に気がついたんです肌とあ転ぶと痛いなって。でその時に思うことってあと5分出てれば慌てずに走らずに済んだから転ばずに済んだなとかねあああの時って やっぱり急いでいても慌てずにやれば少なくても転ぶことはしなかったなあ荷物もうちょっと軽くしとけば受け身もうちょっとうまく取ることできたけど資料とか満載パソコンも入ったから荷物が重くてバランス崩しちゃったなあ年取っちゃったな体力なくなったなもう後悔がもう山のように実は頭の中から触れました。でも で痛みも正直伴いました。別に大した怪我じゃなかったんですよかったんですけどねただその後でまあ12時間3時間ぐらいして少しずつ気持ちが落ち着いてきましたねこれ大切ですね少し振り返ってみてでその時にじゃあどうしたらいいんだろうっていうふうに今度は切り替える同じ鉄を踏まないためにはどうしたらいいんだろうねいうことですねまずはやっぱりねその例えば壊れたものに関して例えば 怪我したところについては埋めなきゃいけないですよねとかってことがあったんであの一時あの去年、ね、例えば会社の方に受けるためにあのかなり残業を、ね、例えば免除してもらったとかあと家の例えば奥さんにちょっと無理言って勉強時間を、ね、取ってもらったってことについては例えば、うん「頑張ってね協力してもらったのにごめん」ってとか「申し訳ありませんでした」って話をぜひしていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。 その上でやっぱり諦められない気持ちこれが大切だと思うんです前向きにそれでも仕事を続けていかなきゃいけないですよねこの診断士取らなきゃいけないですよね皆さんコンサルタントになろうってねこの資格取ろうって決めたわけですからここで諦めたら本当もったいないですよですのでぜひこのね気持ちを忘れないためにもそれでも取らなきゃいけないんで最低限これはやるけどもう一回ねここの部分は協力してくれっていうねそういった協力要請なんかもしていただくの大切でその上で もう一度ちょっと、ね、自分の中に問いかけて何が最低限必要で何が足りなくて何が必要かということを問いかけて無理のないペースで来年7月の試験を迎えられるように、ね、でもう一つは自分のに許しも与えながらね、はい、続けるためにはやっぱり許し必要です、ね、ペースも変えながらと、ね、いうところででも今度の7月に向けてはとにかく6月7月あたりから ぐんと、ね、勉強できるようにでもう一つ6月7月に勝負できるように60点を目標にするんじゃなくて合格目指される方に60点以上の合格目指される方80点目指していきましょう100点目指していきましょう足をね嫌いたくない40点とかっていう点数をね取りたくない方に関してはやっぱり50点60点目指していきましょう。ねその全てのところで合格点を目指していくっていう気持ちにおいてしっかりウィークポイントを潰していくっていうところを心に誓って でも心に誓っただけじゃダメなんで決めたらすぐ動き出すことは大切ですいいですね決める前ねなんか闇雲に動くっていうのは避けられた方がいいんじゃないかなっていうのはその去年の教訓がね今年起こってしまった教訓が生かされないからですそこの分はしっかり噛み締めた上でちゃんと計画を立ててやろうと決めたらもうそこからは脇目を振らずにしっかりやっていく。 二の鉄を踏まないためにどうしたらいいのかってことについてしっかり考えながら着実に点数を取っていって自分になんていうかな負けない勉強をしていただきたいなっていうふうに思っています。はい、本当にこの中小企業診断試験というのは皆さん思った以上に大変だったというふうに思いますんでしたか。その思いを我々講師陣も共有しています。ですのでぜひね。 あの本当にもう1年2年頑張ろうって決めた方に関してはこの2020年これである程度キりをつける来年ね2020年の7月と10月で切りをつけるっていうそういう強い気持ちで是非レックの構造もうまく使いながら伴走しますんでね乗り切っていただきたいなっていうふうに思っております。いというわけでメッセージもね最後にお伝えしました。以上ね 一時からリベンジ20年最終合格を目指すレク中小企業診断士講座からのメッセージお送りさせていただきましたでは例えば教室例えばウェブ講座または添削答案等で皆さんとはお会いしたいと思いますでは、ね、頑張って2020年7月10月,に、ね、10月に最終合格しちゃいましょうではね、これで失礼いたしますお疲れ様でした